藤井聡太竜王に広瀬章人八段が挑む竜王戦七番勝負の第4局は、福知山城の天守閣で始まりました。ここまでの戦績は藤井竜王の2勝1敗で、第4局に勝利するとタイトル初防衛に王手をかけることになります。対局の舞台の福知山城は、1579年に明智光秀が築いた城で、竜王戦が指されるのは今回4年ぶり2度目となります。4年前も福知山城で竜王に挑んだ広瀬八段、その際は勝利しています。第4局の勝敗が決まるのは明日の夕方以降とみられています。